ご覧いただいておりますのは、中井平安城東公会峯岸師範の演舞であります。今日最後の演舞になります。締めの演舞ということでご案内をしたいと思います。まずは座り技からご覧いただきます。合気道具は、スタイルからしますと座り技、そして半身、半立ち技、立ち技というふうに分かれています。今ご覧いただいておりますが、座り技の正面打ちの技をご覧いただいておりますが、お互いに座って、座っている人に座って攻撃をする、これが座り技、そして座っている人に立って攻撃を仕掛けてみる、これを半身半立ち技、お互いに立っている場合には立ち技というふうになるわけなんですけれども、スタイルからするとこの手柄の靴になっていることになります。また技としては基本技、そして応用技というふうに立ち技に変わりました。片手取りの自由にであります。呼吸投げをご覧ください。呼吸投げから墨落とし、かつ上島の方は技をこう名前をあんまりつけませんでした。それを技を体系化したのが、二代目吉田吉祥丸同士であります。吉田吉祥丸同士の手によりまして技の名前が少し付けられてまいりました。相手が片手を取ってまいりますから、片手を取って何で成立か、今は片手取りの手法を投げていくことです。よくご覧いただきましょうか。後ろ両手取りであります。相手が側面から後ろへ回って両手を取りに参りますので、後ろ両手取りを右投げで制しております。後ろ両手取り右投げ。でこれが今度は呼吸投げに変えました。小手返し。峯岸さん、昨年東京都合気道連盟の役員に改正がございます。東京都合気道連盟の理事のお一つとしてご活躍をいただいております。峯岸さん、もろ手取り、両方の手で片手を取る、もろ手取りという取り方でありますが、
諸手取りの腰投げが2本入りました。最後は2手の固め技で制しております。師範による中池合気道と申します。師範の先生です。峯岸先生、ありがとうございました。それでは本日の演舞会の演舞のところで全て終了いたします。最後に尾崎会長の方から閉会の辞をいただきたいと思います。